皆さんこんにちは、アメマコです。そしてイエトミマリエ。今から赤羽のスキー場行ってくるよ。前見てー。 Here we go。 なんと今日は、なんと今日はスキー場に私たち向かってるというわけですが、なんと、岩手県遠野市の赤羽スキー場に向かっております。というのはリフトがなんと椅子ではなくって綱をみんなで引っ張って登るタイプの、もう綱をみんなで引っ張る。下でね、引っ張ってる人いるの。原理が一緒。すごい。違います。綱を掴んで登るタイプのリフトって今伝わりますか？はい。そう、もうこの昭和初期のやつ。知らないけど、昭和初期なめんなよ。昭和初期なめんないただきました。でどこにあるんですか、このすごいそれ。え、どこにあるの？赤羽地域ですよね。私全然私こう見えて10年ぐらいもう遠野に住んでるんですけど、初めて赤羽スキー場に行くことになりまして。逆になんで今まで行かなかったの？赤羽スキー場なんて鼻くそでしょって正直思ってました。だって岩手って北海道に次ぐ、とてもとても素晴らしいパウダースノーを体験できるゲレンデがたくさんあるわけですよ。たくさんあるの。例えばアッピー、例えば夏油高原、岩手高原スキー場とかもありますね。とにかくいっぱいあるので、なぜに綱に引っ張られに行かなければいけないのか。ゴンドラとかあるのに。ゴンドラあるさ。ということで、初めて鼻くそだと思ってたんで、すいません。でも行ってみないには面白さはわからないし、我々ってどこ行ったって楽しめるタイプや。いや本当に、だってこの見た目見て。100均なんだ。沖縄の100均で買いました。すごいね。いろんな旅の途中でいろんな経験をしてて、今があるの。ミステリーハンターの阿部真帆子さんは、そうだね、本日どんな心持ちでご参加されてるんですか？もう今日は本当にその綱で登り、綱でなんかその油とかでめっちゃのウェアがね、なんか黒くなるんだって。油まみれになっちゃって、だからなんかもういらない手袋とかをつけて行かなくちゃいけないって地元民は言って。マジで？めっちゃ面白いのが、なんか地元民はなんかその、やっぱ綱でさ、みんなでこう並んで登るから、一人が転ぶと後ろの人に迷惑かかるの。ちっちゃい頃それでなんかやっぱ転んじゃうじゃん、ちっちゃい頃は。だからそれでなんかそのめっちゃトラウマになって、あそこ一生行きたくないですみたいな声とか、そのあとめっちゃ汚くなるから嫌ですとか、もうマイナスイメージがみんなすごい。あ、すごいね。あながち私の鼻くそという評価はまだ間違ってないかもしれないけど、楽しすぎない、そんなのって思って。逆にさ、一周回ってさ、なんかその一つの綱に対する思いをさ乗せてきたいよね。オールフォーワン、ワンフォーオール。オールフォーワン、ワンフォーオールゲレンデに名前変えた方がいいんじゃない？やばい。ちょっと立て直そう、赤羽。確かに、私たちで。確かに赤羽の経営状況を立て直す会。うん、女社長やります。確かに。ありがとうございます。バイブス上げる系のゲレンデにしていこうぜ。バイブス上がるよ本当に。なんでみんなそんな悪口言うのか分かんない。なんかさ、もうあれじゃん、綱を登り切ったとこに爆上がりするパン屋とか。あ、めっちゃおしゃみたいな。そうそうそう。丁寧な暮らし、天然酵母。天然酵母で。うん、なおかつ産地消、そう、自家焙煎してるコーヒーが飲めるような。ああ、いいですね。でしかも音楽もなんか分かんないけど打ち上げ、そう、オランダの結構有名な新進気鋭のアーティストとかの曲流れてる感じの。はいはいはい。壁にはアート、壁にはもうライブはアート、絶対毎週土曜日にはあれじゃない、音楽はドゥドゥドゥンじゃない。それはレゲトン。レゲトンじゃん。だってハルッピもレゲトン楽しめる場所がないって言ってるじゃん。はい、そしたらレゲトンをここで流したら、もう岩手県民のレゲトンの聖地みたいな。それワンフォーオール感がすごい。すごい。たった一人の、たった一人のハルッピがレゲトンを聞きたいという要望に応えて。うん、でも結構需要あったっぽいじゃん、レゲトン需要は。レゲトンクラブ。レゲナイトやったとかさ、なんか。レゲナイトじゃないよ、あれラテンナイトだから。すり替えないで。惜しいよ。なんか名前変えちゃう。このね、レゲトン流すような。綱の上の山小屋、綱の崖の上の子に話が一向に進まないの。焼
ということで赤羽行ってきます。行ってきます。赤羽スキー場BPM 高め、 BPM 早め。かわいいの。え、どういうこと、どういうこと。かわいいの、並んでやってんの。ちょっとこの、あれですね、どういう感じで。リフト券買ったものの、うん、チェックする様子がない。行ってきます。はい。私ここで履こうかな。じゃあ阿部さん見送ります。え、ちょっと待って、ちょっと待って、手袋しないと危ないですよ。あ、そういうことなんだ。へえ。べっちょべっちょ。お疲れ。めっちゃむずい。え、大キメンすごいね。2回目であれでしょ。大キメンバランスすげえ。転んじゃった。タンゴちゃん転んじゃった。そう、よそ見ができない。なんかもう下手に、なんかセルフィーとかしてる余裕マジでなかった。なんかちょっと気抜いたらなんかバランス崩すし。なんなら私ちょっとあの小事故起こすだと思う。なんで後ろこれが引っかかってさ。あー、危険だね、うん、いやマジで笑う。めっちゃ危ない。頑張って、奈緒子ちゃん。今は奈緒子ちゃんが転んじゃって、みんなが待ってくれてます。奈緒子ちゃん、離脱。こっから滑る？すごいね、それを下のリフトの人がちゃんと感じ取ってるっていうすごさ。目よね、目の良さね。目よね。大決めどうでしたか？マジでこれが一番難しい。間違いない。え、大決めでも止めず？止めず。すごいね。高いよね。え、マリさん止めた？私2回、2、3回止めたよ。そう、なんか止まるペースがめっちゃなんかあって、なんかめっちゃ連続で止まる時があって、多分そう、我らがファミリーたちだろうなって思って見てた。いや、むずすぎこれ。スキー用にできてない？そう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 、圧倒的スキー用だねこれは。ボーダー結構きついよ。うん、2回目の人、1回も止めず、転ばず。次めっちゃ止めまくるかもしれない。すごい。最後コツをつかみ始めた。そう、なんか無心になること。無心に下を見よう。赤羽スキー場には、赤羽スキー場の頂上は全然景色がよくありません。映えねえ。ただただ山。でもなんか来てみないとわからないことはいっぱいある。やっぱね、そこについてみてわかる景色っていうのがあるからね。やっぱり、世界は謎に満ちてるっていうことなんですよ。ミステリーハント、阿部真帆子です。どの不思議再発見。今からではもぐもぐタイムをしたいと思います、はい、こちらのまんじゅうは、東の風の丘という道の駅の、おまんじゅうでして、作り手の方はですね、すごい今映えてるよ、伊藤聖子さんが。聖子ちゃんのおまんじゅうです。よもぎまんじゅう。あ、もう混ざりっ気のない、本当にもうピュアなよもぎまんじゅうが2つありますので。混ざりっ気がない。よもぎということでよろしいですか？はい、よもぎ、ね、もはや全然ちぎれない。そしてほら、優しいお父さんたちはちゃんと来てくれんの。ちぎれないよって言うと来てくれんのよ。優しいお父さんたちが。おお、うまい。
あ、これ彼女とデートに座っていいよ。いただきます。うん、使っていいよ。あのリポートから頑張ってきます。はい、あ、かわいい。え、大丈夫？うん、え、マジでアイスバーンだよね。マジアイスバーンだよね。どうすんの、ね、まほ、まね、ほこちゃん、ここは痛い。痛いね、ガリガリ。すごい、同じタイミングで今2人こけた。大気面がマジで恐怖心ない。すごくない？ 2 回目でこのガリガリ滑ってるあの人。あの人さ、恐れってものはない。本当にない。いや、あんな滑れない。だから遠野に来たんだね。そこに繋がるわ。さあ、では3本、2本2本滑っての皆さんの感想を聞きましょう。どうでしたか？痛いっす。痛いね。リフトは？リフトは？リフトが難しい。難しいね。SSS。はい。コツをつかむのなんか。なんかでも大事なことを私は大気面に教わった気がしてて、なんか大人になってもやっぱこうやって果敢に挑戦する、なんかやっぱさ、大人になるとちょっとやっぱ失敗するのが恥ずかしいとか、ちょっとかっ、しかもさ、ボードとかだとかっこいいとこ見せたいみたいな気持ちにすごいなるけど、見せる相手じゃないけど心理見せるっていう人だったら、はいはいはい、そうだよね。あ、そう、じゃあ大丈夫でした。どうでしたか？私、あの頂上で皆さんに食べ物を配る、あの世界ババア役として、よもぎ色、よもぎまんじゅうを、みんなのね、一服の時期に、時間にね、何が食べたいかっていう考えが、やっぱ遠の5年目にもなるとそうなっちゃうのよ。よもぎ配るよ。なしたよ。続きまして、どどん、原木しいたけを。びっくりした。どなたが作ってるんですかね。石関ひろこさんが、ひろこちゃんが作ってるの、作り慣れました。おにぎりを、うん、おにぎりをみんなで食べたいと思います。こびるです。こびるって何ですか？こびるってのはですね、うん、まあ、つまりおやつですね。おやつのこと、お昼時過ぎにちょっと食べるようなど、うんうん、あ、違いますね、お昼時ってわけないですね。ちょっとした休憩、小休憩食べる。はい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 。おやつ、スイーツですね。はい、ただ、これ、こちらはおにぎりです。おにぎりです。昼食です、ね。皆さんでいただきたいと思います。はい。うわ、すごい。原木しいたけが効いてる。うん。こういう味、たまに食べたい。素晴らしい。いや、こうないよね。見て、スノーチューブユニコーン、かわいい。これからソリ大会を開始します。始まりました。あ、審判の菅原さんですか？はい、どうもこんにちは。こんにちは。どんな心持ちで？ですね、まあ、皆さんには怪我なく頑張ってほしいですね。はい、はい、ありがとうございます。すごいいい天気だ。アンチ、なんとソリコーナーが、ちびっこ広場があります。あー、楽しそう。あー、もっと早くしてって言ってる。ではお願いします。違う、なんか違う。
はいかがでしたか？心地よい。あ、心地よい速さで。乗り心地よい。乗り心地がね。確かに。見ててめちゃくちゃ楽しそうですけど。やりながらなんて。圧倒的にスノーボードよりみんなが笑顔。確かに。さっき眉間にシワ寄ってたからね。足は？足挟んで、足挟んで。なんでそう？あ、回っちゃうんだ。まさかの方向。おじさんの名だれ。アロマイトティーンで作る。バイバーイ。ねえ、待って待って待って。割れちゃうよ。ナオコより、ナオコよりペガサス。おいお前、ワンナよ。ソニーがってあれだよね、その登るときが、あ、もうこのお父さんがいればね、最高だけどね。どんな角度、あの角度は。楽しかった。あ、すごい楽しそうに歩いてる。こちらユーマさんが初めて買った CD は何でしょうか？はい、行きます。せーの、はい。あー、はいはい、おー、はい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 、あー、めっちゃいいじゃん。楽しい。すごい、めっちゃ楽しい、楽しそう。お兄ちゃん、いいよ、お兄ちゃん、すごいね。え、バカ楽しい、やばい。この後のもう一旦を大会としますので、はい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 、どういうルールかは大決めに。かしこまりました。この並ぶ3人もめっちゃ面白かった。疲れた。結構上じゃない？スローめっちゃいいね。あー、疲れた。死にそう。なんかやっぱりね、もう羞恥心とか、なんかぶつかっちゃいけないみたいないろんな思いをがよぎってしまうから。そう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 。なんかそれを全部なんかパーにして滑りたいって思った。では。家と見まり、行ってまいりまーす。家と見まり、スタートです。うわー、あ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 ー、やっぱさ、全然早く見えないね、こっちからすると。止まらない。素晴らしい滑りでしたね。行きましたね、ゆとみさん。優勝候補です。思ったところで止まらずに行ったね。コーナー曲がってきました。ビリヤードかの奥。あ、これ止まるかと思った。どうでした？いや、もう途中再開最高速度100キロ行きましたね。体感ね。体感では。めっちゃ楽しくない？楽しい。なんか一回でも結構な満足だ。おばさん。あっちまで行ってごらん。そうだね。斜面ね、山登り。本当にそれだ。どうぞ、どなたか座ってください。さあ、ではここからは大会のスタートとなります。審査基準は何になるでしょうか、審査委員長。人を楽しませたら。人を楽しませたら、なんと難しいこと。先陣切って会長。そう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 、会長が先生が最初に行くの。ということで。確かにスタート位置印つける。もうそっから、そっからエンターテインメント。始める位置から。ね、始める位置から己の芸術性で判断いただき。走り出しました。どっから行くんだろうな。いや、でもあの人ほら、国際芸術劇場で。うん、国際こう国際芸術劇場合ってるかな。国際芸術劇場。そうでね、エンターテインメントの神様とも呼ばれるあの人が。それでは参ります、スタートです。すごい、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 エンターテインメント。すごい、すごい、すごい。
芸術点高めだねあれ。周りとの温度感に。周りとの温度感が。温度感はむずいね。すごい。マジでソリってすごいね。ただ赤羽ってもうソリ場？ソリ場。ソリ場です。だってさ、滑ってる人いない。いない。あ、いるけどね。うん、そうだね、いないね。登ってる人しかいないっていう不思議な現象が起こってる。いや、芸術点だ。芸術点、すごい。あった。もうね、満場一致で優勝です。優勝です。ありがとうございました。もっとみんな滑って感じしてくださ い, 、はい。じゃあ続いて、なおこちゃん、前。フロントライダー、フロントライダー。フロントライダー、なおこちゃん。フロントライダー、なおこちゃん。フロントライダー、なおこちゃん。やっぱさ、そういうなんか恥じらいとかさ、恐怖心とかさ、だって大輝見て、うん、ね、こうやってこ2回しかやってないボーダーなのにあんなね激しいことおかしなボーダー。あ、行こうとします。フロントライダー、フロントライダー行きます。フロントライダー行きました。え、乗れてんのそれ。あれ乗れてんの。え、ちょっと待って、危険、途中危険。なんかもう一度収まって。やっぱさ、尻尾を両足で挟むくらいの。え、違う、そう座っちゃったらダメだよ。え、それ前じゃないじゃん。違う違う、ダメ。何やってんの。違うダメだし前、違う前。じゃ、うつ伏せ、うつ伏せ、違うよ。止まって止まって、違うよ違うよ。なんてかわいそうなそり滑り。あーって言われて残念があって。あっちっちゃいボタンじゃない。やっぱほら、やっぱさ、ほら大人ってそうだよ、やっぱりこう今もさ、ちょっとやっぱ恥じらいとかもあったと思うの、恐怖心とかね。やっぱそういうとこだよね。大人ってそういうとこだよね。うん、面白くなくなっちゃうところ。さあ、時に頭のいい、あ、そうだ、聞いてみよう。2人で乗ると、はい、速さも2倍になりますか。そうですね、やっぱり滑走するときは重力は重い方が加速度が上がるので。今この後ちょっと2人で乗ろうと思ってるんですけど、ちょっと危ないかもしれない。クラッシュする可能性は多いんやけどね。でもなんかあの滑るところにあまり重量がかかりすぎると今度摩擦で止まるっていう現象もあるんで、ね、物理学者すごいこの人。摩擦で止まる、まあありそうだねそれは、うん、確かに。でもあれ表面ツルツルしてるから、うん、摩擦で止まることないかもね。ない。でもさ、うちらってさ、うん、やっぱそういうのやんないとさ、うん、閉まんないやん。閉まんないよ。スピード上がりすぎるとあのオレンジ色の網を突き破るから。そっちからスタートすればさ。あ、確かに確かに、うん、でも同じオチじゃない。どこまでも行けるか行けないか。そっちにするといいかもね。うん、いきますよ。座るよ。ちょっと待って、ちょっとこれ慌て具合、ものすごい慌て具合。よっしゃー、行くよ。いいよ、せーの、よいしょ。行きます。行くよ行くよ行くよ。ぶつかって死ぬんじゃないかっていう恐怖心が湧いて普通に怖
かったし、なんかあの内臓のふわふわ具合がめちゃめちゃジェットコースターだった。え、マジ、うん、なったなった。いや私足上げてたからさ、うん、なんかすごいもう流れに身を任せるしかないと思って恐怖心ゼロゼロエンジョイ100エンジョイ100うわーってなってあーシミントマジやった方がいい。めっちゃ面白かった、ね、二人乗りまたちょっと楽しいじゃない。二人乗りやばいね。お前いい、いい仕事してるな。1400円払ったからと。そう、本当だね。何にリフト。リフトね。乗ってないけど。乗ってないけど。素晴らしい。お父さん二人やって。二人乗り。めっちゃ楽しいよ。超楽しいよ。やばい。体調が大きすぎる。大丈夫大丈夫。だって私の方が体重多分大キロ思う。大キロ何キロ？一回乗り。ここに二人乗れるかな。いやきつい。え、乗れたじゃん。めっちゃ。体が何でマジで楽しい。もうね、一人乗りは比じゃない。比じゃないし。すごいよ。比じゃないし。比じゃないし。どこ見たってね、誰も来ないから何気に、そういうとこだよな、おこちゃんおぉやばいな、やばいな、やばいな、足止めてる、あ、ダメ、止めてる。あ、でも、あれなんだよ、多分コントロールが足でやってるんじゃない。あ、そういうこと。うん、そうだね。フロントライダーいかがでしたか。楽しいですね。楽しいんだ。一番あの操縦が効くというか。あ、まあ確かにね。コントロール効きます、ね、足でね。そう、はいはいはい、横の足で受け答えがしっかり。緊張感えぐ緊張だよね。緊張からかグローブ手袋がうまくつけれない。じゃあ、うん、右足も置きますよ。はい、ちょっと待って、はまりすぎだね。私がもっとちゃんと座ればよかったかな、うん、まあいいか、はい、か行くべし。ちょっと待って、抜けるよ私これ、はい、え、お尻取れそう。え、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、マリさん、ちょっと待って。 OK しました。私たち2人乗りはダメ絶対。あの皆さんに言いたい、スピードと体重は比例します。物理の法則です。摩擦はこれにはありません。ノー摩擦でした。ノー摩擦でした、はい、あの身をもって証明した。ただ私2人生で1回も骨折したことないんですよ、うん、またもや記録を更新してしまいました。作ってるよ、手袋ですか。手袋持ってる。私 iPhone Pro Max だけがどっかに飛んでかないかだけが心配だった。それだけがね、うん、心配だった。確かに私駆け寄ってくる大輝と、うん、あの直子、ね、ちゃんが見えたもん、うん、だからすごかったよね。大丈夫かみたいな。こうやって斜面の奥からこうやってたたたたた来てた。なんかね、iPhone が吹っ飛んでくのがスローで見えた。すごいね、iPhone は最後まで目を離さない。目を離さなかった。確かに入手だと思う。だってこれ10万以上かけてさ、乗ってからさ、自分の体より大事だから。確かに。体より。いいですよ、やっていただいて。私はちょっと休憩してますんで。そうですね。いやもう。もうこれ見ちゃったらあれですか。なんかでも正直あの1回行けたっていう過信過信、なんかあの1回目に後ろ向きで行ってた時に、あ、これ頭打ったりしたらやばいなっていう恐怖心はすごいあったんだけど、1回目大丈夫だったから、まあ言うて大丈夫だろうみたいな、そう気持ちがあった。過信です、これは。そこから家族が止まらない。そこから滑り始めましたからね。バカ。確かにだね、確かにだね。どこだ、これか。まだ大丈夫かなと思って、うん、
走行距離が長くなるんで。あー、ユニコーンちゃんが沈んじゃった。お尻が、あの、直にこのデコボコが。マジで密着テープで。そうだね。穴を塞ぐしかない。フォーマックで買おう。フォーマックで買える。フォーマック。ゴリラテープ。ゴリラテープ。よかった、みんな何も怪我もなく終わって。穴が一番。私たちは。穴が心配だ。私は大丈夫。そうだね。一切心配ないわ。ということで。すごかったですね、赤羽スキー場。本当にいいスキー場でしたね。皆さん優しくて。本当にね、今日のハイライトといえば、うん、スノーチューブで、スノーチューブで、私と、ね、ミステリーハンターのね、はい、阿部真帆子さんで、うん、2人でね、スノーチューブのにね、うん、乗ったわけですよ。乗りました。でどうやら物理の法則として体重が増えれば増えるほどスピードも上がるということでして、はいはい、通常の2倍速の速さで私たち滑走した結果、転倒防止みたいなネットがね、脇に貼ってありますけど、うん、それをものすごい勢いで突き破って、なおかつ私に関しましては、ポールに、柱にですね、腰骨から砕け散りに行きまして、はい、ひらがなのくの字のような格好で、はい、足を打撲し、ぶん投げられ、うん、iPhone Pro Max も飛んでまいりました。投げ。ね、iPhone Pro Max もですね、もう私たちも今こうやって命はありますが、まあ、ちょっと、家とみまりさんの方は、はい、今後どうなるかという感じでございますが。はい、いやでもいいスキー場だったね、はい、近場でこの街中から15分くらいで来れるっていうのはすごくいいし、なんか市民にこう愛されてる感じが。そうですね、みんな反り場だったね。最後の怪我が、うん、怪我というかこう大クラッシュがハイライトすぎて、うんうん、そうだね、思い返せば綱リフト、はい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 、もうなかなかに、うん、ね、趣のある仕様でしたね。趣深し、糸おかしな、うん、どうでしたかリフト。リフト良かった。でもそうだね、なんか慣れた頃に自撮りでもしようかなって思ってたけど、やっぱあれは結構疲弊がすごすぎてなんか慣れる前に疲れちゃって、ちょっと一旦スノーチューブやろみたいな感じになっちゃったから、なんかもうちょっといいレポートが取れたんじゃないかと反省しております。そうですね、はい、そんな感じで赤羽スキー場。そうですね、とってもいい場所でした。いくつになっても童心を忘れずに、うん、そうだね、怪我だけは、うん、でも少しの勇気と愛を持ってして今後もゲレンデライフ楽しんでいただければと思います。日本は私たちが変える。何ないね。そして、スノーチューブは後ろでちょっとお眠りになられています。ちょっと穴が多分開いちゃって、私の後に、私はね、うん、怪我した後にですね、大バカ野郎がやってきたんですよ。大バカ野郎が、正規の大バカ野郎が、なんだっけ、さっきなんつったとっておきの大バカ野郎、違うな、とっておきのバカとっておきのバカが沿岸からね、うん、仕事をやってきまして、うん、同じ二の前にピョンということで、はい、本当に、うん、良い子は真似しないように、うん、そしてゲレンデライフを楽しんでいただければと思います。ということで、赤羽スキー場、ぜひ皆さんも行ってみてくださいね。んイエピーイエピーおーサイレントなのよ。